今日は私が普段やっていることをね、このビデオに撮ります。うちの前にあるこの、ゴミステーションゲージ、いつもゴミの日はですね、こんな風にゴミがちらほら散らばって落ちてるんです。そこで私はいつもゴミ拾いをねしてます。この袋に入れてます。拾ってそして細かいゴミをね、いろんなところに散らばってるんで、確実にこうやってね、あ、こっちにもあったんだ。こうゴミ拾ってね、ゴミ袋入れて、で、この地区の皆さんは、この場で車を止めて、アイドリングしてゴミを出して、仕事なり向かうんですね。なので手を汚したくないんで、多分ゴミを拾うっていうことはしないんだと思うんです。でも私はね、このゴミの回収車が坂を登ったのを見て、まあ、すぐうちのゴミをねこうして持ってきて、ここでゴミ拾いをして、で地域の美化活動っていうのをやってます。